おはようございます。今日も最高の一日にします。ただ、台風がすごいです。でも、最高の一日にします。いただきます。うまい。今日台風がすごすぎてしまって会社の9時出社なんですけども、それが間に合わないので少しだけ自宅で勤務してから行くことになりました。なんで家で仕事をしてから、今日商談があるのでそれも間に合うように頑張りたいと思います。今日もまだまだ時間があります。なんでお風呂入ったら勉強してから寝ます。最高。はい、おはようございます。いただきます。はい、9月の10日火曜日、行ってきます。はい、帰ってきました。今9時30分。マジ超疲れた。だけどめっちゃ楽しい。最高です。今日も後もシャワー浴びてお風呂入って勉強して寝ます。はい、お風呂から出てきました。いつも僕が特に気にしていることがあって、それが、必ず湯船に浸かることです。いつも夜は湯船に浸かって、冷水シャワーを浴びる。でこれを1セットとして、これを3セットいつもやってます。なので体を洗った後に湯船に入る、冷水シャワーを浴びる、また湯船に入る、冷水シャワーを浴びる、湯船に入る、冷水シャワーを浴びるという3セットを行うことで体の疲労をいつもとってます。やっぱり健康
まあ、とにかく第1、健康を高めれば高めるほど自分自身の生産性だったりとかモチベーション、やる気はどんどん上がるので、皆さんも一緒にやっていきましょう。はい、寝ます。今日も最高の一日でした。おやすみなさい。よし、おはようございます。今日も全力で最高の日にしてきます。いただきます。うまい。はい、9月の11日水曜日、いってきます。はい、帰ってきました。もうやばい、超疲れた。今もう10時40分過ぎてます。もうなんでもうやばい、いつも10時半に寝てたのもう10分過ぎてます。もう頑張ってすぐシャワー浴びて11時までには寝ようと思います。もうでも今日も本当に超超最高の一日過ごせました。もう本当最高でした。とりあえずもう体調崩しちゃうんで、もう早くお風呂入って寝ます。じゃあ寝ます。明日も最高の一日を作るためにしっかりと寝て頑張りたいと思います。よし、おはようございます。今日も超最高の日にします。いただきます。9月の12日木曜日、いってきます。はい、帰ってきました。もう何時だろう今。やばい、もう今日超疲れた。もう11時半です。だけど自分の人生を何よりも楽しみます。なんでもう今日はあとすぐシャワー浴びてすぐ寝ます。明日ももう最高の一日を作るためにもう最高の毎日を自分自身で作ってきます。それじゃあ寝ます。めちゃくちゃ眠いです。
ただこれも楽しみます。全部を楽しみます。噛んじゃった。楽しみます。明日も最高の一日にしていきましょう。おはようございます。よし、いける。よく寝た。よし、今日も最高すぎる日にします。いただきます。よし、今日も最高のご飯。いいね。はい、9月の13日金曜日、今日も頑張ります。行ってきます。帰ってきました。マジ超疲れた。すごい疲れました。疲れたんでやることは決まってます。ジム行きます。ジム行って体メンテナンスモチベーション全部上げていきます。よし、準備しよう。はい、じゃあ着替え終わったんでジム行ってきます。ジムに行ったら疲れが取れる。はい、ジムから帰ってきました。最高。もう一回言う、言わせてください。最高。あとは今日はもうすぐに寝ます。寝てまた明日の朝から最高の一日の連続をまた作っていきたいと思います。でもその前にいつも通り瞑想してから寝ます。じゃあ、寝ます。今日もすごい最高の一日でした。じゃあ、おやすみなさい。